はい、秋田県大選手より NHK と県民を守っちゃう秋田県大選手よりイージス明日から県民を守っちゃう本日令和2年の4月16日木曜日大新任会の大麻大使です鹿児島市議会議員選挙 N 国党西昌寺晋也とその応援者たちよ立花隆の話を聞け 選挙運動すればするほど N 国党の借金返せなくなるよというタイトルでお送りします。まあ、立花さんは冷静に分析していて、今このご時世に選挙運動すれば、 あのするほどあの表落ちてきますよ。私もそう思いますね。今このご時世ですから、そんなものを見せつけられたら何やってんだってことでもう絶対入れねえぞってなりますから、だからどん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 表落ちていくのはあの同意できますし、立花隆の冷静な分析だと思います。えー、思いますで、それをやればやるほど、蔡昇治さんって、これ読むのかな、蔡昇治信也さんの表が、 だけが落ちていくって思ったら、多分当事者はそこしか頭ないと思いますけど、違うんですよね。N 国党全体の票が落ちていくんですよ。ということは、N 国党っていうのは借金してますよね。借金してるということは、次の国政選挙とかそういうところでその票ですね。えー、票とは金ですから。<laughs> これ私が言ってるんですけど、立花隆が言ってるのね。で、それはあの私もそうだと思います、えー。票ですから、票は金なんですよ。で、選挙でも儲けるんでしょ。で、だから。 あの票を落とすということは、どん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 儲からなくなるってこと、ね、N 国党も今、こういうご時世にどんどん選挙運動すると、えー、N 国党の,その借金の原資となる、例えば次の衆議院選挙の時に、あのあ、確か鹿児島であんなことしてたよな、絶対俺、入れねえわみたいなね。 ね、そういう感じであの、どん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 、えー、票が減ってく、で、政党助成金を原資として返そうとしてますよね、そのね、あの何らかのマネーローダリング、えー、ロンダリング、分かんないですけど、その返還を行って、政党助成金から借金を返そうとしてますから、だからその政党助成金がそのものが減ってくってことでしょ。というと、4億8000万近く集めちゃったもんだから、それにが返さなくなってくってことでしょ。そしかも、周りの状態。 周りみんなやばい女ですよね <laughs> あの借金を募った時の状態じゃないですよね世界情勢がこれ日本だけじゃないの日本が復活しようがアメリカは2022年までかかるっつってのハーバード大学が言ってるでしょ 2022年まで断続的にそういう禁止だとかロックダウンだとか自粛だとかそういうのを断続的にあと2年間やらないといけないですよ。でそして感染者が完全に収束するのが2024年ぐらい4年間ぐらいかかりますよみたいなね。日本はもしかすると1年とかそんなもんで復帰するかもしれないけどで日本だけ復帰したってグローバル社会ですからグローバル経済ですからアメリカがね復活してこないと無理なんですよ。 日本の経済状態が悪いっていうこと。金回り悪くなるってこと。ということは、どういうことかっていうと、借金返せっていう人も増えてくるってことだからね。N 国党に金貸した人が、借金返してください。生活やばいんで返してくださいとかね。もしくは、あのー、なんてうか、それが見込めないから返してくださいっていう人が増えてくっていうプラス、 ね、こういうふうにこう今自粛だ自粛だ言っているさなかに選挙運動あんな大々的,、ね、的にやりそしてそれをインターネットに流さないんだったら、まあ、まだわかるよ電話だけやってるとかそういうのでそういうのをインターネットに流すんだったらわかるけど選挙カー使ってねやってるのをインターネット上に流そうもんなら流そうもんならですよあの後々の選挙の票にも影響を与えていきますよってこと。 そういういいいいいのよく考えた方がいいんじゃないかなかと思いま立花さんは優しく言ってたよね。立花さんはやりたいんだったらしょうがないけど、票落としてきますよと。それ言ってるのは、西昌寺さんの票を落とすだけじゃなくて、N 国党自体も票を落としたからやめた方がいいんじゃないかなって、ちょっと釘も刺してる部分もあると思いますよ。以上です。